どうも、コウタくんです。今日は玉川 FP で 1.6 キロ走ります。はい、ということで今日はこの多摩川のコースで 1.6 キロ、1マイルを走るレースに出場します。っていうのも今日ですね、佐藤優希さんがこの多摩川でハーフマラソンに挑戦すると、はい、この OTT とか主催している団体を巻き込んでみんなで、秋にマラソンの日本記録を目指すので、そのマラソンペースぐらいのハーフの距離をここでやると。で、そのレースの前になんか1マイルのレースをやるってことで今回出場させていただきます。じゃあさん、リバティ、はい、これでですね今日は走るんですけど、いかんせんね、1500とかをもう正直走る機会がないので、もう完全にマラソンに振り切ってやってたので今日どこまで行けるかわからないんですけど、まあ頑張りたいかなと思います。まあ、一応ですね、こう見えても1500は4分切っておりますので、はい、こう見えてね、そのペースで行けば4分20秒ぐらいかな。でキロ3で行けば、まあ、4分40から50ぐらいなので、まあなんとかキロ3は最低でも切れるように、もしかしたら9月ぐらいに1500回ぐらい出るので、まあ、それに向けて今日予行練習みたいな感じで頑張りたいと思います。暑くて風も強いですが頑張っていきたいと思います。それでは頑張っていきましょう。レッツリバティー。はい、ということで今日実は同じ組じゃないんですけど、タムジョー君の時 YouTube でおなじみのタケ君が走られると。いや、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。紹介いただいて、ちょっとタムジョー君よりも先にちょっとコラボっていう形なんですけど、はい、ありがとうございます。はい、今日実際どれぐらいで行けそうですか？今日は一応4分30から35が目標なんですけど、はい、でもタムジョーが僕の前してるって走って、あ、はい、4分半ちょうどだったの見たんで、おお、早いですね。やっぱ風強いからタイムが出づらいんですかね。確かに、タムジョー君超えをまあ一応狙ってるぐらいの。そうですね、はい、この後も行けたら多分すごいですよね。そうですね、行けたら確かに、はい、僕が先に終わるので、まあ僕のタイムを一応参考にしてもらって、はいはい、ちょっと架空ですけど、ね、勝負って形で、はい、いいですか？ぜひお願いします。いや、はい、もう多分ちょうど同じぐらいだと思います。そうですよね、はい、結構わかんないぐらいのいい勝負なんで、はい、お願いします。はい、ぜひお願いします。はい、バトルでバトルで、はい、じゃあ頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。お願いします。モードさん入った。タケ君ファイトです。よっしゃー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。もう終わってすぐなので。いやいや、全然全然。じゃあちょっと結果を、結果発表、はい、近かったんですけど。そうですね、せーので言いますか？あ、せーので待ちまたです。タケ君から一面から、はい、はい、お願いします。タイムの方が4分46秒でした。おー、4分46秒、はい、じゃあ小田君が、はい、4分35秒。いや、マジですか？やばいました。やった。やったー。いやいやいや。いや、全然3分じゃないじゃないですか。それか。2分50秒です。2分50秒です。うわ、完全に圧倒的に負けました。いやー、でも、めっちゃ疲れたっすね。正直きつかった。1000m 通過が2分57、8だったんですけど、おお、そこで小田君意識して走ってるかなって思いながら走ってたんですけど、全然、見当違いでした。でも、まあ、一応、タケ君
ているので、はい、ちょっと今日はなんかいきなり対決みたいな感じになってたんですけど、ちょっと練習まだにいっぱいに行かせてください。お願いします。はい、ちょっとまた、はい、ぜひ練習の方一緒にやらせてください。はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今からタムショックも応援しますか。はい、はい、それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた。ありがとうございます。ありがとうございました。